俺も余命宣告されたから仲間だな。おい、わかった。ちょっとさ、おめえの話聞くわ。どうした？おめえの話俺が聞くよ。どうしたの？おめえの嫁、おめえの嫁あと、嫁行くばっかなの。ごめんな、おめえが死んでも俺死ななくて。おめえが死んだ後も俺元気に配信しててごめん。天国から俺の配信見ててくれ。ガンになっちまったよ。どこのガンなの？どこのガンなの？どこのガンなの？でもすげえな。友達とかにはさ、なかなか言えねえだろ。母親も巻きガンで死んだよ。おめえなんか明るいな。水臓が、いや、マジでそれ、マジじゃん、それ、なあ。それ、マジじゃん、お前、死ぬじゃねえかよ。どうすんだよ、俺の配信見れねえでな、バカがよ。死ねえよ、お前、俺の配信見れねえだったら。ふざけんなよ、マジで。約束が違えだろうが。明るいぞ、未来で待ってるからな、天国で見るよ。悲しい。わかった、約束するわ。おめえ、今、お前の嫁教えてくれ。じゃあ、おめえが死ぬまで俺がマジで飛び切りのいい放送見せてやる。おめえが死ぬまでにマジで本当に、ああ、もうこれで悔いなし。もうこれで、他の奴らが、何、のほほんと生きてる奴の分、俺がマジで面白い放送見せてやる。その期間を教えてくれ。一年だって、結構長え。お前、二ヶ月ぐらいで行けよ、お前。一年だ結構あんじゃねえかよ。どうすんだ、俺。二ヶ月ってことにしよう。お、楽しみにしてくれ。いや、短いかもしんねえけど、一年結構ずっとやり続けるのって無理でしょ。一年って、むずくね？母親1ヶ月で死んだ、余命宣告されて。なんでお前そんな明るく俺にポン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 自分が死ぬことを、歳何歳なのじゃ、あんたは。歳何歳なの？年齢教えてくれよ。俺、純ちゃんの放送楽しみで生きてんの35。あー！先輩なんだ、俺の。いや、でもそうだよな。あのさ、真央ちゃん。小林真央ちゃんも。だって同い年ぐらいだろ？余命宣告受けてる人限定とつもつめ、嫌です。嫌です。なんて声かけてあげていいか分かりません、僕は。苦しいけど放送見てるときは楽しいよ。やめてくれ。俺を泣かさないでくれ。頼む。俺を泣かさないでくれ。でもあれだよな、本当に。わかんねえよ。俺もこんな生きがってるけどさ。あ、でも俺死ぬって決まったらマジでずーっと配信してよ。あ、俺、あれだよ。もうすぐ死ぬからみんな見ててね、つって。ワイプで、その時はワイプでライバルズやらせてくれ。ワイプで、死ぬ間際のライバルズ。宣告受けたやつはブログ作っとけな。荒らすから。お前、代わりに本当にお前が死ぬように俺が神に願うわ。本当にこの人に、この人が代わりに死にますようにって。俺は思います。嫁1年以内とつまち。俺何を切ってあげればいいの？俺さ、メール来たんだよ、この前。35歳でさ、膵臓がんになったやつがさ、この前放送でコメントしてて、んで、それ俺拾ったんだよ。おめえ、嫁何年なんだよ、つったら、なんか1年です、みたいな、言ってたんだよ。で、俺は思ったの。放送ではおちゃらけていたけど、そいつ1年以内に死ぬって言われてるのに、最後に選んだ娯楽が加藤純一の放送で俺頑張んなきゃいけねえな、つって、そっから俺はもう、やる気になったんだから。そいつは俺の放送を見ながら死んでくんだよ、もう。家族もいねえ。しかもそいつからメール、すげえ、いや、本当に放送でコメント読まれてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。この命、
尽きるまでうんこちゃん応援します。PS、1年で言ってたけど、あと2ヶ月で死にますって書いてあったんだよ。もう生きてねえかもしんねえんだぞ、あいつ。おい。放送じゃうんこちゃんのやる気をがそがれてしまうと思ったため言えなかったですけど、2ヶ月ぐらいで死ぬと思いますって。もう死んでるかもしれない、正直。もう聞いてないかもしれない。聞いてないかもしれない。もうコメント打つ力も残ってないかもしれない。天国で聞いてる。多分地獄落ちてんだろうな、放送見てるってことは。地獄落ちてんだろう。今頃あれだろうな、マグマの上で自転車こいでんだろうな。多分。マグマの上で鬼と一緒に自転車こいでるかもしれねえ。もしかしたら。それでも聞いていてほしい、俺の放送。